これまでモータースポーツで多くの栄光を築き上げ、歴史に残る名車を多数生み出してきたポルシェ。そんなポルシェの F1 での活躍は、一体どのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はポルシェの F1 での歴史を解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1931年に前身会社が設立、当初は自動車設計事業の傍ら、アウトウニオンとの提携でフォーミュラカー製造を手掛けるなど、早くからレーシングカー開発に携わっていたドイツのスポーツカーメーカー、ポルシェ。その後、1940年代後半には、初めてポルシェブランドの市販車をリリースすると、1950年代以降はモータースポーツにも参戦。アルペンラリーでの活躍、ル・マン24時間レースでのクラス優勝などで注目を集め、ポルシェブランドは瞬く間に世界に知れ渡っていきました。そんなポルシェが F1 に参戦を開始したのは1957年。当時ポルシェは、もともとル・マン24時間レースなどに出場していたレーシングカー、550A の改良型として、スポーツカーレースの参戦を見据えた 718RSK を製作していました。550A は、交換フレームシャーシにアルミボディの組み合わせで550キロと軽量に仕上げられ、エンジンは 1.5 リッターの水平対向4気筒を搭載。先代の550を含め、1954年から1956年まで、3年連続でルマンクラス優勝を果たすなど、成果を上げたマシンでした。すると、1957年は F2 がレギュレーション改定により、エンジンの最大排気量が 1.5 リッターに変更。ポルシェはこれを機に、718RSK を改造したシングルシーターマシン、718F2 を製作し、F2 に参戦したほか、1957年から1959年にかけて、この F2 マシンを改良したマシンで、F1 の数戦にスポット参戦。スポーツカーレースの車両がベースとなった F2 車両であったことから、F1 では上位争いとは程遠い戦闘力でしたが、将来的な F1 への本格参戦を見据え、大きな一歩を踏み出したのです。そして、ポルシェは1960年、F2 のコンストラクターズタイトルを獲得すると、翌1961年から F1 のエンジン最大排気量が 1.5 リッターに変更されたことを機に、F1 へのフル参戦を開始。61年のポルシェの F1 マシンは、F2 に参戦していた787のシャーシに、空冷エンジンの水平対向の4気筒エンジンを搭載。2台が前線出場、グランプリによっては最大4台のマシンを出走させ、アメリカ人のダン・ガーニーが2位に3回入るなど、活躍を見せたのです。すると、翌1962年は新開発の8気筒エンジンを搭載した804を投入し、第4戦フランスグランプリでガーニーが優勝。ガーニーとポルシェにとって F1 での初優勝を果たしたのです。しかし、空冷エンジンは高回転域の稼働率が高い F1 では冷却が追いつかず、多くのレースで苦戦。スポーツカーレースで見せていたような高パフォーマンスを残すことができなかったポルシェは、この年限りで F1 から一時撤退。スポーツカーレースに注力することになったポルシェはその後、多くの伝説を打ち立て、その技術を確立させていくことになるのです。しかし、最初の F1 参戦から20年近くが経過した1980年代初頭。ポルシェはスポーツカーレースで培ったターボ技術を引っ提げ、再びフォーミュラレースでの活動を模索することになります。まず、1980年には北米、インディ500への参戦を決め、ル・マンなどで活躍を見せた 2650cc の水平対向、6気筒ターボを投入する予定で準備が進められていました。しかし、政治的な駆け引きにより、スポーツカーレースで使用していたエンジンをそのまま使うことができず、パワーダウンを強いられる形となったことから、インディー参戦は中止に。計画が大きく狂ってしまったのです。しかしその頃、そんなポルシェのターボ技術を求めていたのが F1 でした。
80年代初頭の F1 は NA からターボへの移行が進み、ルノー、フェラーリなどのメーカー系チームがいち早くターボを導入。プライベーターたちも有力メーカーとの提携を急いでいた頃でした。そんな中、ポルシェエンジンを求めたのは F1 の名門マクラーレン。マクラーレンは70年代後半から低迷を続け、80年のシーズン終了後にロンデニスの F2 チーム、プロジェクト4と合併。チーム体制の立て直しを図っている最中でした。ポルシェはその膨大な開発費用を捻出できないことから F1 への参入には消極的でしたが、マクラーレンの株主であったマンスール・オジェ率いるタググループがバッジネームを冠する代わりに開発費を捻出することになり、その問題を解消。こうしてポルシェはタグのバッジネームを冠してマクラーレンにエンジンを供給することが決定。再び F1 の舞台に戻ってくることになったのです。ポルシェの象徴ともいえる水平対向エンジンの投入も検討されましたが、当時の F1 ではすでに空力が重要視されており、構造上どうしても幅広になってしまう水平対向エンジンは空力に悪影響を及ぼすという理由で採用を見送り、エンジンは最終的にバンク角80度の 1.5 リッター V6 ツインターボとなり、実戦投入に向けてテストが続けられていきました。ハンス・メッツガー率いるポルシェの開発陣は、綿密な燃費コントロールが F1 のターボ競争を制する鍵だと考え、ボッシュ製の最新電子制御システムを導入。また、メッツガー曰く、テスト段階で実戦での燃費を考慮しながらも、1000馬力を超えるパワーを絞り出すことにも成功していたといい、パワーと燃費性能の両立を実現していたのです。当初マクラーレンは84年の開幕からこのエンジンを投入する予定でしたが、上位チームが軒並みターボエンジンを投入していた1983年、チームのスポンサーであったマールボロやドライバーのニキラウダがターボエンジンの早期投入を要求。これにより計画を前倒して、1983年の第12戦、オランダグランプリから、それまでのコスワース DFV エンジンに代わって、タグポルシェターボを搭載することになったのです。そして翌年には、タグポルシェ V6 ターボが搭載された新車、MP42 が、シーズン開幕から登場。この年は、ラウダとアラン・プロストの強力なドライバーラインナップに加え、新技術を多数盛り込んだ MP42。そしてポルシェの高性能ターボがマッチ。全16戦中、ラウダが5勝、プロスト7勝の計12勝を挙げ、ラウダが3度目のワールドチャンピオンを獲得、マクラーレンもコンストラクターズタイトルを獲得し、ポルシェにとっても初の F1 タイトル獲得となったのです。翌1985年はポルシェはさらにエンジンを改良。信頼性と燃費性能を向上したことで、より高いブースト圧で走行することが可能になり、よりパワフルなエンジンとなっていました。このポルシェエンジンの進化や、MP42 の設計見直しによるドラッグの削減により、スピードレンジが上がり、ブレーキ容量が不足するという弊害にも見舞われましたが、この年もマクラーレンの速さは変わらず、このシーズンはプロストがドライバーズタイトルを獲得。コンストラクターズ争いも制し、2年連続のダブルタイトルを獲得したのです。ポルシェとマクラーレンのジョイントは、1987年まで続きましたが、1988年より、マクラーレンが86、87年のチャンピオンエンジンであるホンダエンジンを搭載することになったため、この年で供給を終了。1988年を最後にターボエンジンが禁止される予定であったことから、ポルシェは一旦 F1 から撤退する形となったのです。ポルシェはマクラーレンと組んだ4年半の間に20回以上の優勝と3度のドライバーズタイトル、2度のコンストラクターズタイトルを獲得。ターボ時代の F1 でエンジンサプライヤーとして成功を収めていました。マクラーレンへの供給が終了したポルシェは、フォーミュラでの活動を北米に移し、カートにエンジンサプライヤーとして参戦していましたが、89年を最後に、わずか2年で撤退。そして、ポルシェが再び F1 に戻ってくることになります。1990年、ポルシェは翌1991年から、フットワークにエンジンを独占供給することを発表。
搭載予定となった V12NA エンジンは、既存の V6 ターボエンジンからターボチャージャーを取り払い、2機つなげたような設計で、当初マクラーレンに提案していたものの、大きすぎるとして却下されていたものでした。さらに、搭載していたジャットエンジンに不満を持っていた、レイトンハウスと交渉しているという噂もあったポルシェですが、レイトンハウスもポルシェエンジンの図面を見るなり、その大きさに懸念を抱き、交渉決裂。最終的にはアローズを買収したフットワークが、ワークスエンジンを求めてポルシェと契約することになったのです。こうして1991年のフットワーク、FA12 に搭載されることになった、ポルシェの 3.5 リッター V12 エンジン、3512が F1 に登場。エンジンはクランクシャフトの中央から出力を取り出す、センターテイクオフ方式を採用する珍しい設計に。メッツガーによれば、この方式によりねじれ振動の問題が軽減され、高回転高出力化、信頼性の向上につながると自信を見せていましたが、関係者からは懸念の声が。当時のホンダの社長、川本信彦も、センターテイクオフは失敗する、とコメントするなど、その設計が明らかになっていくにつれ、パフォーマンスを不安視する声が上がっていたのです。そしてシーズン開幕が近づくにつれ、その不安はより大きいものに。チームに納入されたエンジンは、寸法が事前に伝えられていたものより大きく、フットワークでは突貫工事でシャーシの設計変更を迫られる事態に。さらに、蓋を開けてみればこの3512エンジンは信頼性もない上に、重量は180キロと、ライバルメーカーのエンジンより数十キロ重く、パワーはフォードの V8 カスタマー、DFR よりも低いという厳しいものに。案の定、この年のフットワークは予選落ちを繰り返し、かろうじて決勝に進出しても、一度も完走することなく、しびれを切らしたチーム側が、シーズン中盤からポルシェエンジンを諦め、コスワース DFR を搭載するというありさまでした。結局、チーム側からの提携解除によって、ポルシェは事実上、F1 から撤退、かつてターボで成功を収めたポルシェの姿は見る影もなく、F1 の舞台から姿を消したのです。その後ポルシェはしばらくの間、F1 の世界で話題に上がることはありませんでしたが、2010年、パリモーターショーでポルシェのマティアス・ミュラー会長が、ポルシェが F1 への復帰を検討していることを発表しました。さらに、F1 が2014年のレギュレーション改正により、V8 の NA エンジンから、1.6 リッターの V6 ターボハイブリッドのパワーユニットを搭載するようになると、ポルシェ F1 復帰の話題が頻繁に上がるようになっていきます。実際にポルシェは2017年に世界耐久選手権 WEC への参戦を休止した頃から、2021年からエンジンサプライヤーとして F1 に参戦することを検討していたことを認め、その後も F1 復帰時期の報道が過熱。ポルシェは FIA と PU メーカーが合同で行っていた2026年以降の新しい PU レギュレーションの会議に参加し、供給先の候補としてレッドブルと長期にわたり交渉。復帰は決定的とされていたのです。しかし2022年に契約濃厚とされていたレッドブルとまさかの交渉決裂。その後はマクラーレン、ウィリアムズらにアプローチしたとされるポルシェですが、ポルシェがチームの株式を過半数以上取得し、支配権を得ることを条件としていたことがネックになり、いずれも交渉決裂。2023年現在、正式な発表はないものの、ポルシェの F1 プロジェクトは中止されたと見られており、復帰の可能性はほとんどなくなっています。かつて F1 で成功と失敗を味わった、ポルシェの F1 活動。その歴史が再び動き出す日は、また訪れるのでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は、ポルシェ F1 の歴史について解説しました。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。